さてここからは話題の人をお招きするゲストのコーナーです。今日はですねこちらご覧ください。在イーベン在日本という新しく創刊された本に携わられたこの方たちです。マオタンチン神戸国際大学教授で在日本編集長、北京に生まれ北京大学卒業後1987年訪日、主な著書に日本虫の目機構など、2011年には日本を紹介する雑誌知日の創刊に携わり中日文化交流に大きな貢献をされています。西田信夫武将出版社の出版部長で在日本の日本語版を出版、中国関係の本を多く手掛け昨年には北京大学版中国の文明全8巻を出版しました。さあ今回はですねこの新しい本を持ってきていただいたんですけども、はい、在イーベン、はい、これはいつ出版されてどんな内容の本になっていますか？これはですね在日本というタイトルの中にはとりわけ在という言葉に我々のすべての思いが詰まっているような気がします。わざわざどこかへ旅に出かけていくよりは日常の中の普通は日本の方でさえ気づかされていない部分に関してはですね我々が目が行くというようなコンセプトなんですね。いわゆるその何気なく大げさというようなことをせずにですね日常のままのものを等身大で見つめていく日本をですね中国の読者たちにお届けしたいとそういうふうに思っています。はい、そしてこちらの日本語版の在日本というのは、はい、なぜこう日本語版で出版されようと思われたんですか？そうですね、今なかなか若い方が本読まなくなってきている時代ではあるんですが、うん、でもやはり若い方に読んでいただきたいというのが、最初の思いとしてありましたし中国語版ではいろいろインターネットであったりとかそういったものとの連動もしておりますので日本語版でも将来的にはそういう形で若い人にも、もっと訴えられるような形で、はい、ちょっとこう拝見させていただいて面白いなと思ったら、はい、中国の、中国人で日本に留学経験がある、この若い方の目線で日本のこういうところが面白いとか日本人では本当になかなか気づかないところをこうね描いているのでぜひ日本の若者に本当に読んでいただきたいなっていうところですよ ね、 そうですね、はい、今私の手元にはこれ第1巻と第2巻とあるんですけれども、はいはい、まだ発行が始まったばかりで今2冊出てますけど、はい、これは定期的に発行されるんですか？これからは月刊誌を目指そうとしていましたけれども、はい、で今作り出していたところですがやっぱり反応を見ながらですね持っていくということとなります。それともう一つ一つトピックスとして作り上げていくということは相当時間とそれから準備といろんなものをしなければいけないというようなことをこれからこう目指そうとしたところはただ一つ定期的に読者の皆さんにお届けをしたいとそういうふうに思っています。はい、結構早いペースでもう2冊出てますけどこれ1巻創刊するのにどれくらいの時間がかかるんですか？いやこれはね2月ぐらいにかかっちゃうんですね。はい、だからこれでも特に我々は一つ大きな特徴というのは映像とつながっていくわけですね。ネットで配信をされている、有日通路という形で持っていくというのは一つの大きな特徴だと思います。これまでの本と違うところはですね、この本プラスバーチャルリアリティで、はい、その実際にその風景を見ることができる、はいはい、簡易眼鏡なんですね。本の、雑誌が売っていくときにはその中についているんですがこれが組み立てようにするんです。これはね360度、ね、回転するんです。あたかも日本に行ってないのにあたかも日本の風景の中にいるような形を作ってしまうんですね。だからこれはいわゆるその読者たちをこう引導をするんですね。こう連れ込もうという装置なんです。これはおそらく僕は知っている限りでは中国の雑誌市場では初めての試みです。はい、こういう感じですね、はい、ああすごいなんかこう触ってみたくなるような、そしてこれ面白いのが本当に360度、はい、上でもいいし下でもいいし上も、はい、あ空も見られるんですね、はいはい、面白い。この
本を見るのがより楽しくなりますね。はい、いやそこでですね、中国の方が今不思議に思うのが、中国の方って今もうインターネット書店、ネットで本を買われる方が本当に多くなったみたいなんですけど、日本ではまだまだやっぱり本屋さんに足を運ぶ方が多いと思うんですね。これはなぜでしょうか。そうですね、まあ、日本でもやはりネット書店はかなり主流になりつつあるなというのは感じてはいるんですけども、はい、まあ、古い方になると紙の匂いとかインクの匂いとか、やっぱりそういう実際に手に取って見てみたいっていう方はまだたくさんいらっしゃるのかなというふうに思いますので、まあ、そういった意味でも書店さんでの販売は毎日非常にたくさんの数の本が新刊で出ておりますので、はい、そういったところはまだ本屋さんに行きたいという方が多いのかなというふうには思ってます。今中国 の, その書店 の, このスタイル自体が変えようとしてるんですね。おしゃれでコーヒーでも楽しめる、それからカフェと併設みたいな、ね、はい、カフェテリアのようにですね、そういうおしゃれな空間というものを今までの本屋さんのスタイルをこう演出しようとしているのは本当に各町に私がいたところでは非常に多くなってきたんですね。いわゆるその本を読むということ自体が、まあ、一つの、まあ、ファッションというか一つのおしゃれというそのものとしてですね、本を読むということ以上になんか付加価値みたいなものをつけられていたような気がします。だから我々が、まあ、雑誌作る人間にとっては非常にコンテンツ的にですね、高いレベルというものとその求められるような気がするんですね。だから頑張って作っていかないといけないなというふうに思っています。じゃあこれからもますますね、中国の若い方にも日本の若い方にも、はい、たくさんの方に読んでもらえるような楽しい本を作っていただきたいと思います。はい、今日は本当にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。